で、て、えー、矢野望財務長官の発言についての、ね、世論調査が行われたということで、えー、この発言の内容が、えー、与党・野党ともにこのばらまき予算ですこれでは、えー、国はタイタニックのように沈没してもしまうんではないかという、そのことについての世論調査が行われたということですが、先生、このことについて詳しく、えー、お伝えください。お願いします そうですね、まあ、これは非常に異例なことだというふうに思いますね。えー、というのは、ですねこの現職の財務次官、あ実際に財務省には財務大臣という職がありまして、その次に財務次官ということで、事実上はですね、 えー、このお矢野お財務次官はあ財務省のトップなんですね、で現在のお、まあ、岸田あ総裁に任命されたあ財務大臣はあ、山本さんとおっしゃる方なんですが、この方はあ元,元というか前、前、えー、<laughs> 財務大臣をやられていた麻生太郎。お 先生のですね、えー、派閥で、えー、しかも麻生先生から非常に新任の熱い方ということで、えー、この方がまあ、財務大臣をしてらっしゃるとういうことなんですねで今回この矢野氏がですね 文芸春秋でしたか、えー、に投稿されてこれがまあ話題になったわけなんですがこれがこの世に発表されたのが9月の確か8日なんですねすなわち選挙前なんですねこれから選挙運動選挙キャンペーンがまあ始まろうという時にですねタイムリーにこれがまあ 世に出た現職のこの矢野氏がですねこの選挙前にこともあろうに与野党が今主張していることはこのばらまきだとこんなことを繰り返していたら財政が破綻してしまうという。 いうことをまあ述べてるわけなんですが、こういうことをですね言うこと自体も非常に異常なんですね、これから選挙が始まろうというのに、ですねえまるでえ与野党を批判していると、しかも現職のですねえー財務省の役人がですね、 え批判してると。まあ、財務省をお辞めになってですね、えー、元何とかということで、えー、まあ、いろいろマスコミにお話をしたり書いたりすることはいいと思うんですが、現職ということになるとですね、これちょっと問題があるということなんですね。まあ、そういう意味で私は異例だと言ってるわけなんです。えー、しかしながら、現実にですね、えー、これがこの発表されたわけですから、 ということはです、ねえー、岸田総理、それから山本財務大臣、それから、その、えーうん まあ、元財務大臣の麻生さん、その他、まあ、幹事長を含めてですね、皆さん、承知の上なんだと思いますね。承知なしにですね、現職のその役人がですね、こんなことは絶対にできませんからね。で、現実にこういうことが発表されたということは、あ何のことはない。<laughs> 総理、財務大臣、その他関係者、全部承知の上ということなんですよ、まあ、しかし、と私は思ってますし、その通りだと思いますね、えー、そして、その中で述べてることは、今言ったように、ですねこれ、財政の、これはまさにばらまき ばらまき財政だとこんなことやったらあ国の財政はひと,た、ま、ひとたまりもないということをいろんな例を挙げながらわかりやすくお話ししているわけなんですね。でしかもそれをです、ね、今度は NHK が取り上げてです、ねえー、この選挙にあたっていろんなアンケート調査をしたわけなんですね。自民民民党党支支持持すするるかか立憲主国民、うん 何々党を支持するかというそういう支持の調査のほかにです、ね、政策ではどういうことをに関心があるかとか、まあ、選挙に関わるほとんどのことについて NHK はこの質問しているわけですがでそれがですねこともあろうに一雑誌に載っかったです、ね、現職の,この役人の,この投稿したもの これ、まあ電話で調査したんだそうですけれども、これは NHK の方で実はこういう現職のその閣僚がこうこうこういうような話をしてますということをわざわざ言わない、言わなければですね。 そのことに賛成だとか反対だとか聞かれた方は答えられないと思うんですが、まあ、そういう形でですね意見を聞いているわけですね、えー、ところがそのアンケートの結果はですねだいたい半々ぐらいの割合で、40%何でしたか、45%、6%ぐらいで、ですね、えーまあ、こういうことをすべきではないとかしてよかったというようなことで、賛否両論で半々ぐらいなんですね。 で、えー、この結果はどういうふうになるかと、NHK でも取り上げたわけですから、あ有権者の人々は、ですね、えー、なんだこの、この山本お時間の話っていうのはという関心を持ちますよね、でそれを読むと、ですね今言ったように、みんな与党も野党もばらまきじゃないかと、まあ、要するに調子のいいことばっかり言ってんじゃないかと、こういう印象を受けますよね。 一人、岸田さんだけがです、ね、総理として、ものには優先順位というものがあると、だから金融所得に対する課税、それは当然、将来の財政健全化ということを考えれば課税すべきだと、しかしながら今すべきではないと、ね、今、コロナ禍でいろいろ元へ戻ろうと。 おー復興しようという時に頭から塩水をかけるというのはいかがなものかと、ものには順序がある、今はばらまきでいいんだと、そして後で狩るんだと。 いうこういとをです、ね、1人岸田氏が言ってるわけなんですよ他の,他のまあ野党の議員の方はずっと聞いてますとね、えー、後で増税するなんていう話はほとんど出てませんし、ただ、新たにこれを差し上げます、これも差し上げます、これも差し上げますと、差し上げますばかりのオンパレードなんですね、えー、岸田氏の方はあきちっと増税するすべきものは増税するんだと。 消費税についてもこれをなくせという人や半分にしろというような意見についてもですねきちっと答えているということでいかにも聞いているほう、ね、あ岸田さんは責任感の強い人だなとこういう人はやっぱり言ったことは実行できるんじゃないかという印象をですね、えー、私でもそういう印象を受けましたから聞いている方はみんなそういう印象を受けると思いますね。してみるとですねこの矢野氏の,この投稿 <laughs> えー、ばらまき、バラマキ論ですね、えー、そしてばらまき論、与党も野党もばらまきじゃないかということがですね、えー、結,果に結果をよく考えてみれば、ですねこれが与党にプラスになることはまず間違いないですね。ということになると、これはデキレースだと。 どこからこの出来レースが始まったかっていうと、多分これは私の想像ですからね、単なる想像ですからね、そう思って聞いていただきたいんですが、やはり山本財務大臣の出どころの麻生派、そのトップの麻生前財務大臣、このこの辺が仕掛けた技ではないかと。 いうふうに、まあ、私は勝手に思ってますが <laughs> 別に私当事者でもなければ私自身麻生,さんで麻生太郎氏でもありませんしあくまでも私の勝手な想像ですが、えー、そういう仕掛けで起こったのかななんていうふうに考えてみるとついつまが合うんではないでしょうか <laughs>、はい、松田先生どうもありがとうございました。はい この番組では、増田敏夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。